はい、どうも、社畜です。いやー、ちょっとね、今、ちょうど帰ってきたところなんですよ。帰宅して2分なんですけど、早速ね、動画を回してます。なぜ今ね、回してるかというと、ちょっとね、電車乗ってる時に気になる記事があったので、そちらについて少し話をしていきたいなと思います。で、具体的な内容なんですけど、明日ね、どうやら、任天堂ダイレクトがあるんじゃないかという噂が今あって、で、具体的には、あつ森の追加情報じゃないかということが今ね、指摘されてるんですよ。で、最初さ、ガセじゃねえかと思ってスルーしてたんですけど、なんか思ってた以上にネット上で噂になってるから、ほんまに？と思っていろいろ調べてみたんですけど、確かにね、信憑性が高かったので、今動画にしてます。ちなみに僕の予想では明日の11時ぐらいにあるんじゃないかなと思いますね。まあ、正直まだわかんないんですけど。で、その根拠としては、任天堂の公式チャンネル、おそらく皆さんご存知だと思うんですけど、そちらのチャンネルに再生リストってものがあるんですよね。それが更新されてたんですよ。で、まだ非公開になってるからわからないけど、おそらくそれがあつ森の単独ダイレクト、追加ダイレクトじゃないかということが今指摘されております。まあ時期的にもおそらくあつ森じゃないかなと僕も思っていて、まあそういった背景から、まあ、もしかすると明日あるんじゃないかということが今言われてるわけですね。まあ、もし明日なかったとしたら、多分来週の月曜日じゃないかな。けどね、ちょうど明日であつ森発売日まで2週間なんですよ。だからちょうどキリがいいので、明日あるんじゃないみたいな、ね。そういった予想を今しております。はい、まあそういったところでね、明日、あつ森の代理、ここからは、明日の任天堂ダイレクト、カッコ仮の内容をね、ちょっと考えていきたいなと思います。で、ここからはね、完全に個人的な見解になるんですけども、まずですね、前回のダイレクトの時は、有料化について話が出ていなかったので、まあそこについての話が少し出てくるんじゃないかなと思ってます。まあ課金のマークがあつ森についてるっていうことがかなり先月話題になってたと思うんですよ。ただ結局、そこに対する任天堂からの説明ってなかったので、そこに対して何かあるんじゃないかなと思いますね。あとは、ポケモリとハビモリと連動性があるっていう話が出ていたかと思うんですよ。そこの詳しい内容について、今回開示されるんじゃないかなと思いますね。特にポケモリか。結局なんかポケモリとあつ森で何ができるのか、まだ分かってない状況じゃない。だからそこについてチラッと出てくるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、飛び盛りの時にあった要素で、あつ盛りでなくなる要素についても触れられるんじゃないかなと思っていて、まあ具体的には夢見の館とかかな。おそらくあつ盛りでは夢見の館っていうものはなくて、何かしら代わりのものがあると思うんですけど、まあ夢番地とか夢訪問とかどうなるのかなと、まあそこについての話とかも出てきたらいいなと思ってます。あとはですね、新しい住民についてかな。多分新しい住民についての情報も出てくるんじゃないかなと思っていて、それに伴って、新しいアミーボカードかな。少なくとも新しい住民が出るっていうことは、新しいアミーボカードも出るはずなんですよ。まあ、第5弾なのか、ニューアミーボカードなのか、名称はわからないけど、何かしら出てくると思うので、それの発売時期とか、そこについての宣伝も重ねてあるんじゃないかなと思いますね。まあ今の時期からやらないといろいろな意味で間に合わないですもんね。だからもあるんじゃないかなと予想してます。まあ正直それぐらいかな。まあ現時点では本当に DIY とか島クリエイターとか、まあ新機能についてはもうどんどん情報が出てきてるから、他に何か増えるとも思えないから、まあそういったなんか細かいところとかについて触れられるんじゃないかなと思いますね。今までなんか開示されてなかった内容とか。多分そこら辺が中心になるんじゃないかなと思ってます。まあ、とりあえずね、まだ確定ではないので、まあ、続報を待ちましょうかと。そういったお話ですね。結局ね、どうなるかわからないからな。まあ、個人的にはね、あってほしいんだけど、どうなのかなみたいな。ちなみに、飛び盛りの時は、単独ダイレクトが実は2回あって、で、その月に、紹介映像っていうものがあったんですよ。まあ先行プレイ映像ですね。まあ簡単な話で3本立てだったんですよ。で、今のところあつ森って単独ダイレクトが2回行われてるんですけど、紹介映像っていうものがなかったので、
まあ、追加のダイレクトって形で紹介映像が、まあ、明日開示されるんじゃないかなと予想してますね。うん、だからダイレクトというより紹介映像になるんじゃないかなと。うん、どうなんでしょうか。まあ、それプラス今まで開示されてなかった情報の補足みたいな、多分そうなるんじゃないかなと。はい、まあ、そういったところで飛び盛りやっていきましょうか。まあ、熱盛出るまでね、約2週間ということで、飛び盛り動画も、まあ、がっつり撮るのは多分もうあと2週間ぐらいかな。それ以降は多分熱盛が中心になっちゃうから、まあ、今のうちにね、飛び盛りを楽しんでおきましょうか。はい、ということで、ミミちゃん。社畜くん、突然だけど、お店屋さんごっこしようよ。お店屋さんごっこ？あんたが持ってるアイテムをあたいが買うのを金くれ。ふざけんなって。あたいが買うのを金くれってどういうこと？そうだな。じゃあ、ゴムの木を325ベルで売ってちょうだい。ゴムの木？え、俺そんな持ってたっけ？まあ、別にいいけど。わーい、ありがとう。あ、いえいえ、あげますよ。あ、家具なんだ、ゴムの木って。今したわ。お、ありがとうございます。え、ごっこじゃなくてさ、実際にお金と物のやり取りしてるから、それごっこじゃなくない？またよろしくね、金くれ。やばいな。うちの住民さ、銭ゲバすぎないか。基本的に銭ゲバすからね。よう、すみももちゃん。なんか気づいたら、すみももちゃんもレギュラーメンバー化してますね。あら、社畜くん、元気そうね、言えてると。で、どうしたの？世間話でも。社畜くん、あなた今日ってよその村に出かける予定とかある？いや、ないよ。今何時だと思ってんの？明らかに夜じゃん。今、ランチ後にも歯磨きを、の署名を集めてるんだけど、この村だけだと集まらないのよ。え、めんどくせえ。めんどくせえよ。やめてくれよ、そういうの。よかったらよその村で集めてきてもらえないかしら。え、それさ、俺に頼むんじゃなくて、君が言ってよ、君が。めんどくせえからごめんなさいにしとこう。そうよね、ごめんなさい。面倒なことに巻き込んで、いや、本当に面倒だよ。冗談抜きで。さすがに他の村まで行って署名集めるのは臭すぎるわ。え、これってさ、なんか報酬もらえるのかな？どうなんだろう。まあ結構難度が高いですからね。社畜くん、何かお話でもあるのを言えてる。ちょっと暇つぶし。思い出って、楽しい思い出もあれば、辛い思い出もあるじゃない。人が思い出せる思い出は、6割が楽しいもので、1割が辛いものだそうよ。あ、そうなんだ。6割が楽しいもので1割が辛いもので残り3割は何やねんっていう。そしてなんかこの間さ、この話聞かなかったっけ俺。人は辛いことを忘れることで自分を守っているのね。言えてる。なんか切ないね。私の物忘れがひどいのもそういうことが影響してるのよきっと。いやそれはね、関係ないよ。それは単純に君が物忘れ激しいだけじゃないか。それはちょっとね、風評被害ってやつだと思うよ。はい、ということで、そろそろ今日の動画この辺りで終わっていきますか。いや、だけどやっぱりもうちょっとやるか。もうちょっとやりますか。今何時ぐらい？あ、今午後の8時55分なんだ。なるほどね。結構ええ時間やな。結構ええ時間っすね。人平いないかな、人平。ちょっと今人平、お、フルメタルくんじゃん。こんにちは。身も蓋もねえ質問をするが、構わねえかな。え、ダメ。嫌です。断ります。絶対断ります。正直なところおめえ、俺のことどう思ってる？え、なにこれ？優しい、怖いってなにこれ？え、どうしたらいいのこれ？まあ、とりあえず優しいにしとく？げっ！いや、優しいってか？バカ野郎！調子狂っちまうじゃねえか。え、エクション！どういうこと？え、なんで答えたらいいんだよ、それ。怖いにしといた方がいいのか？シャチ様、俺に話でもあんのかい？金くれ。何か話して。今日は珍しくスポーティーな服を着てみたんだが、え、君いつもその服さ、着てない？いつもその服着てる気がするんだけど。なんだかケツのあたりがソワソワして落ち着かねえぜ、金くれ。金はあげないけど。ちょっと待って、うちの村さ、本当に金くれが口癖になってる気がする。シャチ様、俺に話してもあんのかい？金くれ。退屈なの。そうそう、今日は占いの店が来てるみたいだぜ。占い師の名前は確か、そう、ハッケミーだ。冷やかしついでにちょっくら覗いてみるかな、金くれ。あ、いるね、ハッケミー。ちなみにハッケミーってさ、熱盛で出るのかな？そこんところ少し気になりますよね。はい、まあそういったところで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これからも熱盛の最新のニュースであったりとか、まあ話題になってることを取り上げて動画にしていきますので、
ぜひぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。